こんにちは、大人男子ラボの宮永エイトです。今日はですね、センターパートの種類って何種類あるんじゃいっていうところですね、解説していきたいと思います。センターパートね、ここ2年ぐらいで急激に人口増えたんじゃないかなというふうに思っていて、皆さんの周りでもセンターパート、まあこんな感じのセンターパートやってる方本当に増えたんじゃないかなというふうに思っています。で、これ昔のあのスキニーパンツのトレンドにすごい似てるなと思っていて、スキニーパンツって2010年ぐらいですかね、ブワーっていったと思うんですよ。で、あれって最初おしゃれな人しか履いてなかったじゃないですか。めちゃくちゃおしゃれな美容学生とか美容師さんとかそういった人たちが履いていたものだったのに、2000年代の中盤ぐらいになってくるともうみんな履いてるみたいな感じになって定番化してきたと思うんですよ。で、この流れがセンターパートにも来るなというふうに思っていて、まあ、ちょっと前まではねおしゃれな人だったりとかすごい感度の高い人がやってた髪型なんですけども、徐々に一般の方に広まってきて、今はね一つの選択肢になっているのかなというふうに思っていて、まあちょっとね最近センターパートやる人が増えてやだなって思ってる方もいると思うんですけども、もうこれからね定番になってくるので、誰もがやっていい髪型だと思いますし、メンズの髪型選びの中で一つね必ず入ってくる選択肢になると思うので、まあ全然誰でも、ファッション感の高い方もそうでない方も、今までセンターパート挑戦できなかったんだよって方も、もう皆さんがやっていい髪型だと、僕は思っています。だからこそですね、センターパートの理解っていうのをねさらに深めていただいて、美容師的な観点からセンターパート4つ種類ご紹介させていただきます。で、それぞれの種類の名称だったりとか、あとはどんな印象を与えるのか、どんな人に似合うのかっていうのを解説しながらですね、ぜひ皆さん自分に合ったセンターパートぜひ見つけていただければなというふうに思っています。でね、ちょっと手前味噌なんですけども、僕が作ってるレタッチニューバームっていうヘアバームがあるんですけども、これいずれのセンターパートにもスタイリング最適なヘアバームになってますので、これね最近欠品が出るぐらい人気で、ありがたいことに全国でかなり売れてるんですけども、ぜひですね気になる方は概要欄からポチッと見てみてください。はい、ということで一つ目のセンターパートです。一つ目のセンターパートは内巻きセンターパート。センターパートが一番最初流行ったのは、ここかなというふうに思っています。ストレートに落ちた前髪がこの頬骨ぐらいに当たるぐらいの長さですかね、スッと触覚みたいになっているっていうのがストレートのセンターパート、内巻きのセンターパートの特徴になっています。まあ今やってるのが僕はそんな感じだと思いますね。20代後半ぐらいの方は分かってもらえると思うんですけども、松田翔太さんなんかが10年前15年前ぐらいにやっていた髪型がまさにね内巻きのストレートのセンターパートになっていて、そこからですねファッション感度高い人が真似していったっていうのが背景なんじゃないかなというふうに思ってます。で、海外だとねサラ・カミングスさんっていうモデルさんがもうセンターパートの象徴みたいな感じで一時すっごいいろんな広告のモデルに出てたので、サラ・カミングスさんに憧れてセンターパートにしたっていうファッション関係の方だったりとか美容師さんも多かったんじゃないかなというふうに思います。で、このヘアスタイルは言わずもがななんですけども、ストレートヘアで直毛の人、こういった方におすすめのヘアスタイルになっております。でね、今までねストレートヘアで直毛で例えば軟毛だったりすると結構マッシュスタイルでもすぐへたっちゃったりとか、それこそ束感スタイルが流行ってた時なんていうのは全然キープしなくてへにゃへにゃみたいな人、多かったと思うんですけども、センターパートのストレートならこれが叶っちゃうんです。むしろ軟毛でストレート直毛の方が似合うっていうのですね、そういった髪質の人にとってはかなり救世主というかもう願ったり叶ったりなヘアスタイルだったんじゃないかなというふうに思います。で、僕のお客様でもこういったストレートの内巻きのセンターパートやりたい方とかってくせ毛の人だったりとか髪の毛にボリュームある方はもう当時はね縮毛矯正かけてました。ナチュラルな縮毛矯正をかけてストンって落ちるようにしてこういったセンターパートを作ってたっていうのもあるので、まあ、ボリュームある方だったりとか癖のある方もナチュラルな縮毛矯正ね、最近は本当に技術が進歩してますんで、そういったのを使ってこういったヘアスタイルに近づけるも全然 OK だと思います。で、印象としてはモードな印象ですね、まあ、直線的で美しいっていうイメージの髪型になっています。茶髪、ブラウンヘアでやるっていうよりかは黒髪だったりとかブリーチもそういった両極端なヘアカラーに合うスタイルなのかなというふうに思います。まあ、松田翔太さんもね真っ黒髪でセンターパート直毛でやってた時すごいかっこよかったですね。サラ・カミングさんも黒髪でやってました。一方で
ファッション関係とか美容師関連の方はもうブリーチを 1,2 回してホワイトヘアみたいな感じでストレートのセンターパートやってる方も多かったかなというふうに思います。で、そういったヘアカラーで前下がりのシルエットでモノトーンコーデだったりとかモードなコーディネートするとかなりかっこいい印象を与えられるので、かっこいい印象を与えたいだったりとかモードな印象、直線的に美しいっていうですね印象を与えたい方はこのストレートのセンターパート、内巻きのセンターパートがおすすめでございます。2つ目のセンターパートは毛流れセンターパートでございます。でね、これ余談なんですけど、毛流れセンターパートって今いろんな美容師さんとかいろんな方が言ってるんですけど、多分ですけど命名したの僕なんですよね。2年前ぐらいに毛流れセンターパートの動画を出してからかなり再生数いって、そっからねインスタグラムとかでも毛流れセンターパートっていうね名前を、スタイル自体はもともとあったんですけど名前を使う人が増えたなという印象なので、 もしかしたらワンチャン僕なんじゃないかななんて思ってるんですけども、まあそんなことはどうでもよくてですね、まあどういったヘアスタイルかというと、この直線的なセンターパート、内巻きに入るセンターパートからここをですね後ろ向けに曲げて毛流れを出したんですね。毛先を曲げて後ろに流すことによって柔らかい印象になったんですよ。今までモードで直線的なセンターパートっていうのが印象的だったと思うんですけども、毛先を丸くして曲げて柔らかい印象にすることによってかなりナチュラルな雰囲気のセンターパートが出来上がったっていうのがここ 2,3 年ぐらいの話なんじゃないかなというふうに思います。で、本当にこの毛流れセンターパートっていうのは優しいマイルドな印象なので、本当にいろんなファッションに合うんですよね。かなりカジュアルなテイストのファッションにも合うし、一方で黒髪とかこれで金髪にしたりとかしてもモードなヘアスタイルにも合うっていうことで、本当に汎用性がめちゃくちゃ高いセンターパートがこの毛流れセンターパートになってます。で、やや根元の方から癖がある方も、まあ、ドライヤーでこう引っ張って伸ばしたりとかしてそのカールを毛先に溜めちゃうだったりとか、場合によってはパーマですよね、毛先のみのパーマをかけてこうやって後ろに流れやすくするなんかも方法としては全然ありだと思います。で、特徴としてはやっぱりパーマをかけるっていう選択肢あると思うんですよね。僕もこう直毛なんで普通にセンターパートかけるとこういう風にね直線でピッて落ちちゃうんですよ。なんですけど毛先にパーマをかけると後ろにこういう風に流れやすくなって誠実なね印象を与えることもできるんですけども、パーマね、これ毛先だけのパーマって会社とか学校でバレないんですよね。これもすごいメリットだなという風に思っていて、今までパーマの選択肢ってくせ毛風だったりとかこう結構くしゃっとしたりとかクリッとするイメージあったと思うんですけども、毛先だけのパーマをセンターパートでかけるとバレないしかっこいいっていうのはですね、結構社会人の方だったりとか高校生だったりとかそういったバレたら良くないっていう環境の人もかけれるようになった、スタイルを手に入れることができるようになったっていうのはかなりいい傾向なんじゃないかなというふうに思います。で、まあ、まとめるとですね、本当にナチュラルでいろんな格好に合うヘアスタイルでありますし、パーマをかけたりとかくせ毛の人も対応できるってことで、とりあえずセンターパートを始めたいとかとりあえずセンターパートに挑戦してみたいっていう方はまず毛流れセンターパートから始めると非常に失敗が少なくてですねやりやすいんじゃないかなというふうに思いますので、入門編として毛流れセンターパートかなりおすすめでございます。センターパート3つ目でございます。毛流れアップバングという髪型ですね。毛流れセンターパートからですね毛流れアップバングセンターパートっていう形になってきます。これはですねカットベース、切り方としてはさっきの毛流れセンターパートと全く一緒です。全く一緒なんですけども、センターパートに飽きちゃった方だったりとかスタイリングが週7回全部一緒だからなんかちょっとヘアアレンジを変えたいっていう方におすすめのアレンジ方法に近い、スタイルになっております。で、このヘアスタイルはセンターパート、毛流れセンターパート何が違うかというとですね、毛流れセンターパートってまあセンターパートなんで大体ここの真ん中かこの藤二重って三角部分をちょっとずらしたとこぐらいの今の僕ぐらいからスタートすると思うんですけども、毛流れアップバングの場合はですね目の上ぐらいからパートを取ってここの前髪の立ち上げを作るんですね。なのでですね今までのナチュラルなセンターパートからですね打って変わってビジネスだったりとかフォーマル誠実さみたいなところが強く印象として持たれるようなヘアスタイルになっています。で、詳しくはこちらの動画、見てスタイリング方法を見ていただきたいんですけども、まあ、グリースで上げたりだったりとか癖がある人っていうのも前髪を上げて後ろにこうやって流すことによって癖をですね生かすこともできるし、まあ、逆に伸ば
しちゃうこともできるっていうのですね、くせ毛さんだったりとかいろんな髪質に対応してるっていうのがこの上げる、センターパートっていうスタイルですね。使い分けどうするかというと、同じカットベースなのにどうやって使い分けるのかっていうとですね、先ほどの毛流れセンターパートはオフの時、休日だったりとかプライベートでもう少し柔らかい印象を出したかったりとか、そういった時にヘアバームでスタイリングしてあげる。逆に、お仕事中だったりとかスーツを着る時、オンの時に関しては分け目をずらして前髪を上げることで誠実さだったりとか清潔感っていうところを演出する。そういった時はグリスだったりとかそういったツヤ系のスタイリング剤でスタイリングしてあげると、さらにそういった印象を強められると思いますので、そういった使い分けでやるとですね、まあ僕も実際そういう風にしてるんですけども、ヘアスタイルのアレンジがすごく楽しめるようになるなという風な印象でございます。はい、最後はですね、波巻きのセンターパートでございます。波巻きのセンターパートで、これはですね、次のトレンドとして捉えていただけるといいのかなというふうに思っています。パーマなんですよね。波巻きのカールをつけることでよりセクシーさだったりとか色気みたいなところにつながるヘアスタイリングなんじゃないかなというふうに思います。で、波巻きのセットっていうとね、アイロンとかを使って結構くねくねやって束感出すみたいな感じで、若い子がやるヘアスタイルなんじゃないのっていう声も画面から聞こえてくるわけなんですけども、そんなことはありませんと。結構ですね、波巻きのヘアスタイルって若い子がやりそうなイメージなんですけども、大人男子の皆さんもこれでセクシーさ、大人ルイル系っていうのをね、作ることができる技術なんですよ。で、これね、セルフでやる場合はこの動画を見ていただいて、波巻きをですね、ストレートアイロンでうまくですね作る方法っていうのを解説してるんですけども、一方で最近はパーマの技術がかなり進化してきていて、波巻きっていうのをですねパーマで出すことも可能になってるんですよね。パーマの方がやっぱりスタイリングも楽ですし、それがね緩くなってきてもわりかし使いやすいっていうことで、波巻きのパーマかなり最近トレンドとして上がってきてるんですけども、センターパートにもですね相性がいいということでですね、色気を出したい方、そしてセンターパートをやりたい方、そういった方はですね、ぜひセンターパートのパーマやっていただけるといいんじゃないかなというふうに思います。でね、この波巻きのヘアスタイル、フィフスさん、以前もね冬におすすめのヘアスタイルってことで波巻き紹介しましたけど、フィフスさんはねかなり波巻き上手だなって、僕が言うのもなんなんですけども思っているので、ぜひですね波巻きできる美容師さんのとこでやるのがですねおすすめだなというふうに思います。はい、という感じでセンターパート4種類お話しさせていただきました。細かく分けるとね、もっともっといっぱいあって、まあヘアスタイル別だったりとか癖別だったりとかいろいろあるんですけども、大きな柱はこの4つなのかなというふうに思います。で、まとめで言うと、ナチュラルで好印象を与えられていろんなファッションに合うスタイルっていうのは、毛流れセンターパートですので、入り口だったりとかね、センターパートやってみたいっていう方は毛流れセンターパートをおすすめします。で、毛流れセンターパートやる中でアレンジを聞かせたいときはアップバングにね、毛流れを作ってスタイリングするのもありだと思います。で、僕はね最近毛流れセンターパートにもアップバングにもちょっと飽きてきて、もう原点会議でストレートでですね片耳かけたりとかっていうのでねこうやっております。まあいずれにしてもですね、センターパート本当に最近、流行ってますけども、これからベーシックになるスタイルで、どなたのヘアスタイルの選択肢にも入っていいと思うんですね。定番ヘアになってきてると思います。ぜひね、挑戦したことない方もですね、挑戦したことある方もぜひ理解を深めて、もっともっとセンターパート楽しんでいただければなというふうに思います。ということで、僕のチャンネル大人男子の身だしなみをアップデートということで、メンズヘア、メンズファッション、メンズスキンケア、メンズメイク4軸で大人男子のためのチャンネルを運営しております。先ほどもご紹介したレタッチというヘアバームだったりとかグリース扱ってるブランドを運営しております。概要欄にリンク貼っておきますので、ぜひリンクポチッとしていただいて、世界観体感していただけると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。